登壇する本編の前にですね、少し、ウォーミングアップをしたいということで考えております。じゃあトップバッター、今日のゲストの一人であります室田さん、お越しください。自分の青春の歌、青春のソングを選んでいただいております。ちょっとご紹介いただいてよろしいですか。はい、青春ではないんですけど、僕がちっちゃい頃から聴いてて、こう何か挑戦していくときにすごい勇気づけられる曲ってところで、尾崎豊さんのスクランブルロックエンドールっていう曲をお願いしてます。これは熱い。めちゃめちゃ熱い曲なんですけど、すみません、知らない方がほとんどかと思う曲を選んでしまったんですけど、全部みんなあんま知られてちょっと世代感があるかもしれません。じゃあそんなのあります。私ですね、キンキキッズなんですよね。キンキキッズの青の時代っていう、ね、ドラマがあって、その曲が好きなんですよ。ドラマもあって、堂本剛さんが主演のドラマに勇気づけられたので、ぜひお願いできればなと思います。お願いします。はい、僕への励ましの言葉だ。青い涙、過去の記憶と時をふとともに、激しい怒りの中でさまよい、また傷つけた。生きてく意味など捨てて、変わらぬ場所で吹き抜け風に手を当てて、過ぎゆく日々を思い、雲間から一粒の雨が枯れた。
がないだろう。ありがとうございます。ありがとうございます。時間もなくなってきたので、ちょっとまあ巻いていきますかね。次じゃあ山崎いきますね。はい。はい。僕のはあのミスタービッグさんの To Be With You という曲なんですけども、あの大学行ってすぐにあのずっと音楽やってたんですけど、最後に人前で弾いた曲がこの曲なんです。ちょっといわくつけて大学生の時にサークルに入って新刊ライブでやって、それ以降できなくなって忘年会とかの時で、当時のボーカル吉田君見てますか。上手だったんだ、歌がすごく。お願いします。はい、僕から下の世代の人で知ってる人ほとんどいないっていう、バンドロックバンドでいうと先駆けのアースシェイカーというバンドの、ラジオマジックという曲です。ゲストの皆様も前の方にお集まりください。井本さんももう一度、はいはい、前の方までお願いします。はい、ということでですね、改めてお時間にもなりましたので、糸と魚と川ですね、ボリューム2を始めてまいりたいと思います。改めてですね、ボリューム1に引き続き司会進行を担当させていただきます、ムーブドの渋谷と申します。はい、よろしくお願いします。
ずですね、あのボリューム1と、同様にですね、こちら糸魚川のシターレという施設からですね、お送りしております。はい、こちらですね、もう2年前になるんですね。2年前に、作られた施設でございまして、あの5年前、6年前になるんですかね、2022年になったので、の大きな火事ですね、をきっかけに作られた施設になっております。で、今回はですね、こちらのお借りしているんですけれども、こちらの通常もあのコワーキングスペースなどでご活用いただけますので、これぜひ糸魚川にいらっしゃる際にはこちらのフリースペースですね、お仕事をされたりとか、そういった時にもですね、ぜひお立ち寄りいただければと思っておりますので、よろしくお願いいたします。はい、ということでですね、今回、糸と魚と川ボリューム2始めていきたいと思います。じゃあ細かなところは後ほどまたご説明させていただきたいと思うんですけれども、この糸魚川、新潟の糸魚川という地ですね、様々なチャレンジが行われています。ただやはりこうまだまだ道半ばですし、その正解がある道でもないので、このイベントの趣旨としては、ぜひこういったチャレンジをしているこのプロセスですね、段階にぜひあの皆様も参加をしていただいてですね、一緒にこう盛り上げていきたいと、まあ、そういったご趣旨で開催をしております。で、実際にあの糸魚川で活動されている方をゲストにお呼びして、またあの特別ゲストもお呼びしてですね、今回もお送りしていきたいと思いますので、ぜひ最後までご覧いただければと思います。よろしくお願いいたします。ということでですね、今回、お二人ゲストをお呼びしておりますので、早速ご紹介してまいりたいなと思っております。で、まずあの手前ですね、先ほど私名前忘れました、レイリオのなんとかレリオマジック、レリオマジックですね、はい、金田建設の猪俣さんでございます。よろしくお願いいたします。糸魚川市出身でございまして、一度あの東京ですかね、高田トミーさんに、就職された後に、家業を、お継ぎになれるということで糸魚川に戻ってきたと。で、今金田建設の社長、あとまあタクシー会社だったりとか、その他複数の、経営を行っている稲本さん。そしてですね、あの今日もう一つお話しいただきたいのが、公民連携で取り組んでいる糸魚川のですね、プロジェクトということで、3M ですね、 3M の、お話も後ほどお話しいただきたいと思うんですけど、みのみでつなぐ未来創造会議、こちらの座長も務めていただいています。このあたりも後ほど伺えればと思いますので、よろしくお願いいたします。そしてですね、もう一名奥にいらっしゃいます、室田さんでございます。リペリアの代表の室田さんでございます。室田さんは群馬ですよね、はい、ご出身は群馬で、新潟大学大学院と、進まれて、大学院の在籍中に、リペリアを創業されたと。で、一応東京のヤフーですねに就職された後、このリペリアに、集中するために、新潟にいらっしゃってですね、今リペリアの代表として活動されていると。で、後で伺いたいんですけども、今日の一つのテーマで副業っていうテーマがありまして、そのリペリア様が今トモルイというサービス、副業のマッチングサービスを行っているということで、実際の今の副業のですね、実際の市場どういった状況だっていうところもですね、実際生の声を今日はいただければと思っておりますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いいたします。そしてですね、我らが糸魚川が大好きということでですね、糸魚川市の山崎さん、前回に続いてよろしくお願いいたします。お願いします。お願いします。今日はですね、この4名でお送りしていきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。はい、ということでですね、まず早速、まずは山崎さんから改めてこの糸と魚と川のご紹介をいただければと思っておりますので、ちょっとじゃあ山崎さんは進んでいただきます、はい、後ほどまたお呼びしますので、はい、ちょっと場面転換をさせていただきます。お願いします。前回ですね、ボリューム1で詳しくご紹介させていただいたんですけれども、改めてということで、まあ5分10分ぐらいですかね、具体的なこの糸と魚と川のお話ですね、していただければと思っております。一度押していただくと次のスライドに、はい、行くと思いますので、じゃあ早速よろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ボリューム1で、少し説明させていただいたんですけども、初めての方もいらっしゃると思いますので、もう一度簡単に振り返りをさせていただきたいと思います。糸と魚と川、地方創生自分ごとプロジェクト、関係人口自分ごとプロジェクトというところです。この糸と魚と川、何のプロジェクトなんだろうなっていうところもあると思うんですけれども、簡単にこの後説明させていただきます。まず糸魚川のことをご存じない方もいらっしゃると思うので、糸魚川のことを少し説明します。糸魚川、
東洋経済さんの住みよさランキングというところで2年連続新潟県ナンバーワンになってます。であとはあの東京から新幹線で2時間ちょいということで、私らは行政よく言うんですけれども、新潟県庁に行くより東京の霞が関に行く方が近いなんて県庁の方に申し訳ないんですが言ったりします。あとはあのジオパーク、聞いたことある方いると思うんですけれども、日本で初めて世界ジオパークの認定を受けております。海底マイナス1000メートルから標高3000メートル、高低差4000メートルの大地が育むいろんな、美味しいものであったり、温泉であったり、雪、海、川、いろんなものがあります。そんな糸魚川なんですけれども、非常に危ない状況になっています。皆さんもあのここの会場にいらっしゃる方は糸魚川の方なんでよくわかると思うんですけれども、まずいろんなものが外に出てます。人口です。20年後に3分の1が減ってしまいます。でまたあの老年人口と言われるものが約 50% になるという非常に危機的な危ない状態、そんな中なんでこんなことになってるんだろう、でももったいないよねということで今回のプロジェクトを動かしています。はい、どんなプロジェクトか、あの糸魚川を生き続けるものにしたい、そんな思いがあるメンバーが集まって今回のこの糸と魚と川というものを動かしております。コンセプトです。糸魚川ってなんかチャレンジしがいがあるよね、ワクワクするよねとか、そういったところをあの動かしていければいいなというふうに考えております。最終的には糸魚川の働くと暮らすを作り上げていく、はい、名前に込めた思いですけれども、まあ、文字のままなんですが、糸っていうのはつなぐという意味合いです。魚っていうのは資源を表していまして、特に糸魚川が持っている人という部分に焦点を当てたいと思っています。川はそのまま流れ、フローを作るという意味です。具体的にはあの市内で活動しているいろいろなもの、または足りないところを市外から補うというところで、いろんな取り組みを進めているところです。現在進行中の取り組みをちょっとご紹介します。今あの司会の渋谷さんの方からも話がありました。この後井上さんからも話していただきますが、緑でつなぐ未来創造会議さん、これは糸魚川の森林資源を大切にしようというもので、さまざまな企業の皆さん、行政ほか含めて参画して動いております。美山プロジェクト、こちらの方は第1回目のゲストの五十嵐さんがお話しされましたが、この北アレ市街地からもほど近い美山公園というところに、市街地からほど近いところに美山公園がありまして、そこすごく整備されている公園でいろんなものがあります。アクティビティがすごくできるようなところなんですけれども、あまり活用が目立たないなというところで、ここの美山公園を何とかしたいという取り組みであります。で次に、その美山公園の中にも、今外から新しい人を呼ぶという人の流れを作るという中で、ワークスペースを作っております。美山公園の中のクラブハウス美山と駅前すぐ降りたところに、民間さんのワークスペースを作っておりますので、4月同時オープンできるように準備を進めております。かなりかっこいいスペースになりそうなので、皆様ぜひご利用いただければと思います。はい、そんな取り組みを進めるにあたりまして、この後です。市内から外へ向けて発信する部分、それについてはあの市内のチャレンジであったり、そういったところをこういった座談会を通じて発信していきたいというもので、また外からは足りないところを中の方へ入れたい、そういった思いでいます。今このチームのメンバーですが、糸と魚の川が目指す未来に向かって取り組みを進めております。はい、賛同してくれる方を募集しています。今回この座談会をあのご視聴いただきまして、自分でもこんなことができるんじゃないかということで、あのプロセスから一緒に取り組んでいただける方を募集しております。具体的にいろいろ書いてありますけれども、一番下です。今何もできなくてもいいんです。思い賛同していただける方をお待ちしております。はい、このプロジェクトであなたはカメラこれ、はい、あなたは糸魚川の面白い人とたくさん出会えると思います。楽しみにしていてください。はい、仲間になっていただいて、いろいろとチームのメンバーとやり取りしながらプロジェクトを展開していければというふうに考えております。最後に、今のメンバーを紹介します。
はい、市役所の職員、また民間の皆さん、そしてムーブドさんと始めております。前回ボリューム1をご覧になっていただいて、私も参加したいという方々が数名新たに加わっていただいております。そうやって仲間を増やしていければというふうに考えております。はい、今日この後また、ゲストの方々と後半のトークセッション等でもいろいろとお話しさせていただきたいと思います。また、ご不明な点等あればこちらの方までご連絡いただければと思います。簡単でありますが、以上で糸と魚と川の説明を終わらせていただきます。アーカイブで前回の配信残っておりますので、ボリューム1またご覧になっていただければと思います。はい、ありがとうございました。山崎さん、ありがとうございました。ちょっとありました。いや、大丈夫です。いいですか。邪魔しております。はい、ありがとうございます。ということでですね、本当に山崎さんの熱い思いをもとにですね、たくさんの方が絡んで集まってですね、どんどんこう、この盛り上がりっていうのを見せてきているんですけれども、ちょっと前回説明できてなかったんですけれども、私は渋谷がですね、なんでこれに関わっているのかっていうのを今回ちょっとだけお話しできればなと思っております。私は東京にいる人間で、東京で会社の経営をやっているんですね。なんでその人間がここにいるかっていうのをちょっとお話しできればなと思っております。で、改めて私、ムーブドという会社にやっておりましてですね、今20人ぐらいのメンバーでやっているんですけれども、このうちのムーブドっていう会社がどういう会社かっていうところ、ちょっとこの糸魚川っていう地がですね、ちょっと関わりも出てくるので、ちょっと簡単にご紹介させてください。で、前回全然自己紹介もしてなかったんで、簡単に自己紹介すると、私は渋谷と申しまして、東京出身です。わかりやすく言うと浅草あたりの出身ですね。江戸っ子です。で、今、子供が4人いるパパでもありまして、かつ元々鍼灸師っていう仕事をしてたんですよ。ちょっとなんでこう、特殊なキャリアの人間ですね。元々スポーツ業界にいて、今 IT 業界にいる人間です。だからムーブドっていう会社の他に、サイボーズっていう IT の会社があるんですけれども、サイボーズの社員でもあるんですよ。なんで本当に副業っていうのをですね、やりながら活動しているのが私の今のプロフィールになっています。で、ムーブドとしては、大きく3つ事業があるんですけど、今日ここはあんま話さないです。プレゼンの研修、トレーニングをしていたりとか、あとは IT の導入支援なんかをしていて、この活動がきっかけで、糸魚川とつながることになったっていうのが、ちょっとこの後出てきます。よいしょ。でですね、うちの特徴としてもう一個あるのが、先ほどもちょっと触れたんですけれども、今20名以上のメンバーでやっているんですが、うちオフィスがないんですよ。何か特定のオフィスがなくて、全国に20名以上のメンバーがばらけてるんですよね。で、フルリモートってよく言われますけれども、もうそもそもオフィスはなくて、自宅だったりとか、例えばカフェで働いたりとかですね、そういった形で全国で活動してるっていうのが、ちょっと特殊な、例かなと思います。これは4年前、創業時からスタートして、おります。で今でこそリモートが少し浸透してきたと思うんですけれども、その当時って全然まだなんだその働き方みたいな形でですね、その当時にこれ私一人で立ち上げて半年ぐらい経った後なんですけれども、きっかけがツイッターだったんですよ。で一人じゃ寂しいのでメンバーをちょっと募集したいなってなった時に、私がもともと副業をしていて、かつリモートで働いていたので、そういった人を募集してみたらどうかなって思って、これツイッターに上げたんですね。ツイッターに上げたんですよ。で、これちょっと書いてあるんですけど、週2以上で OK と。なかなかまずこれがない。週2以上 OK で、フルリモート、リモート化、であと副業化って書いたんですよ。で、この時に、やはり想像以上にこのエントリーをいただいたんですよね。なので本当にこう、その時に、最初は二人ぐらい増えればいいなと思ってたんですけれども、本当に素敵な方々、スキルを持った方々が、こういう働き方を求めて集まってきてくれたんですよ。で、本当にこの人と仕事したいなっていう方々ばっかだったので、いきなり一人からそこでもう8人ぐらいバーって増えたんですよね。で、そこからつながりで、うちのメンバーっていうのは増えてきています。で、このあたりってやはりこう今までの会社だとなかなかこう、働き方の融通が効かなかった。例えば子供ともうちょっと長く一緒にいたいとか、今だとこう、妊活をしたいとか、面白いメンバーだと、車中泊で日本全国を回りたいのでっていうメンバーもいたんですけれども、そんな形で、やはりこう、今までの働き方、会社だとなかなかこう、自分がやりたいことが実現できない。もっと自分のやりたいことに近づける働き方がしたいっていうことで、手を挙げた、ね、皆さんと一緒に今、このムーブドっていうのを盛り上げていっているような状態になります。で、これ
2020年か、2年前ですね。まあ、こういった活動がやはりこう、まあ、珍しかったので、まあ、全員副業ですよと。まあ、そんなこうメンバーの会社ですよみたいに取り上げていただいたりですとか、あとはあの、総務省さんがですね、出ました。はい。テレワーク先駆者100選というですね、選抜に選んでいただいたりですとか、まあこういった形で、やはり今でいう、まあ新しい働き方っていうところになってるんですけれども、これがあって、実はあの、糸魚川の、皆さんと仕事をさせていただいたときに、すごい興味を持っていただいたんですよね。そういった働き方が面白いということで興味を持っていただいて、かつやはりこういった外の、まあスキルを持った人間だったりとか、経験を持った人間を一緒にこうやっぱりこう関わってもらわないと、よりこう広がっていかないよねっていう話で、やはりこう様々な経験を持った人たちが関わることによって、化学反応が起きて、いろいろなチャレンジが促進されていくと。で、それもさらに、就職とか移住だけじゃなくて、今みたいに副業で関わったりとかですね、週何回で関わったりとか、二拠点で関わったりとか、まあそういったのをこう一緒に作っていきたいっていうことで、あの、お声掛けいただいて、この糸と魚と川という関わりですね、私もあの、魅力ながら関わらせていただいている。まあ、こんな人間になっております。で、今日はあの、副業っていうのも一つテーマでこの後お話をいただくので、私も楽しみでですね、さらにこう、こういった働き方もどんどん広がっていきたいなということで、私はあの、この、一個京都の宇治市ってあの、お茶が有名な宇治市さんで、高校生、大学生向けの、そういったこう、今までとちょっと違うというか、いろいろな働き方を知ってもらいたいっていうことで、今、あの、プロジェクトを走らせていて、例えば副業だったりそうですし、あと、あの、なんか、中学生企業がですね、今、高校生になった。もともと、あの、うちのメンバーの、加藤くんですね、に、あの、講演いただいたりとか、やっぱり、外学生の時からそういった働き方も知っておいてほしいですし、選択肢を持っていただくことで、いろいろな、こう、視野も広がるな、っていうような活動もしています。ということでですね、あの、うちのメンバーもそうですし、うちに関わっていただいている皆さんが、本当にこう、いろんな選択肢を持って、自分らしい働き方、生き方を選択できるような、そういったこう社会を目指して活動しているのが、ムーブドという会社になっております。ということで、改めてですね、ちょっと簡単にだけご紹介させていただきました。はい。なんで、こう、私もこの糸魚川という地でですね、どんどんこう盛り上げていきたいと思っていて、私、東京出身で、田舎がないんですよ。まあ、ないというか、あまりこう、そういう場所がないんですけど、この糸魚川っていう場所が、まあ、ある意味、こう、第二の故郷だって、第三の故郷みたいな形でですね、本当にあの、温かく受け入れていただいて、この人もどんどん盛り上げていきたいなっていう思いでやっているので、はい、改めてよろしくお願いしますと。はい、それではですね、私の話はまあこのあたりでいいかなと思うんですけれども、早速ゲストの皆様にですね、お話しいただきたいということで、改めて体建設の猪俣さんにお越しいただきたいなと思いますが、いかがでしょうか。はい、よろしくお願いします。大きな拍手で。もうあのボリューム満点だったので、はい、そうなんですよ。あのちょっと、はい、セッティングを間違えてスライドの枚数がいっぱいあるので、あと動画も交えてやりますので、喋りは少しにして、サクサクっとちょっとあの説明をさせていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。お願いします。はい、じゃあはい、改めまして、猪俣直人と申します。今年というか去年50歳になりました。ご紹介にありました通り、もともと前職は玩具メーカーで社員をしていまして、99年から今の金田建設に帰ってきて、2001年から代表取締役をやらせていただいています。もう長いので社長がもう20年、超えています。趣味はですね、どちらかというと文化系なので、音楽とか、それからデザインとか、それからあと最近動画編集ハマってまして、まあそんなことやってます。でちょっと写真ありますけど、聖火ランドちょっとね走らせていただいたっていうのが最近の思い出かなと思います。はい。でまず簡単にご挨拶せずに、私どもの金田建設というところをちょっと紹介をさせていただきます。私どもの金田建設というのはですね、創業が1933年ということで、今もうすぐ90年になる、89年かな、の会社です。1932年に糸魚川の大きな大火がありました。同じ、ですね、2016年と同じ12月22日にですね、その時は街中が300件以上燃えました。でその時に私の爺さんにあたる先代の社長はですね、当時中学校卒業して、
大阪の製材所でデッチぼうこをしました。で、そのデッチぼうこしてた時にですね、この糸魚川の大火の話を聞いて、おそらくまあ今と同じようにですね、復興という旗印を掲げてですね、地元に戻って製材所として起業したのが前身となります。今は建築と僕がやる総合建設業ということで、成り立っています。まあ、主にですね、建築が強い会社でですね、実は売上の 80% は民間の仕事をいただいております。特に住宅、それから店舗やいろんなですね、建築の設計施工をやらせていただきます。特徴としてはですね、まあ、高性能でかつ地域の特性に合わせて地域材を、これからこの後の説明なんですけど、地域材を活用した家作り、それからこの気候風土にしっかりとですね、風景を取り込んだですね、家作りということで、オンリーワンの住まい作りということでやらせていただいています。土木は地元のですね、公共インフラということで、民間と公共と合わせてさせていただいています。で、ちょっと変わり種はですね、介護事業をやっています。これは2011年からなんですが、訪問介護、介護タクシー、家政婦紹介、それから運動認知機能訓練型のデイサービスということで、どちらかというと、なるべく住み慣れた家で暮らしをするために介護の面で必要なところをサポートすると、まあ、そういった仕事をさせていただいています。じゃあなんで建設会社がこう介護やってんだということで言いますとですね、これは全部暮らしワンストップサービスという言葉に凝縮されるかなと思うんですが、家を建てること、直すこと、家の中で健康を、維持すること、場合によっては人の手を借りなければいけなくなった時に在宅でのサポートで、いずれ天井を全うして、もしかするとその家を誰かに引き継がなければいけないということで、介護、不動産を含めて、とにかく屋根の下で暮らすことを困ったら金田さんに聞いたらとにかく全部解決できるよと、まあ、そういう地域にもすごくフォーカスした、なんか言い方で言うと何ですかね、ローカルプラットフォームみたいな、まあ、そういう会社を目指そうということで、展開をしています。これ話がちょっと長くなるのでちょっと飛ばしていきますが、でそのもう一つ会社の特徴ということで、地元の人はいろいろ知ってる方も多いと思うんですが、実はちょっと建設会社がお届けする全国で珍しい年に一度のですね、手作り感謝祭をやってます。結構規模が大きいんですが、これ説明するよりも映像を見ていただいた方が早いので、ちょっとこちらをご覧ください。これは2018年のですね、本当に今日一日重労働の1組でしかないかもしれませんけれども、ただこれを見て育った子どもたちがですね、大人たちにこんな楽しい経験させてもらったと、糸魚川にもこんな楽しいイベントがあるっていうことを絶対一生残ると思うんですね。今人材難って言われてますが、夢を持って帰ってきてくれる子どもたちが増えてくれるんじゃないかなというふうに期待をしています。みんな書くらしいんですよ、これ。それだけ多分毎年楽しみにしてくれてるんだろうなっていうのはすごく嬉しかったですね。曲がった方向に今日それは怒られますけども、ある程度自分の意見を通ってやりたいことやらせてもらえるし、やれば褒めてくれるんで、そういう部分では意義のあるすごい楽しい会社協力者の皆さんと関わりもっと深めて、社員の団結力が生まれれば、それだけで意義のあるものだと思ってます。来年も来たいなって思い続けてもらえるようなイベントをずっと続けていければなと思います。
はい、ということで見ていただいたようにですね、ちょっと建設会社単独でやるイベントとしてはちょっと規模が大きいんですが、糸魚川の人口が今約4万人ぐらいなんですけれども、一応1日のイベントですけども4000名の来場があるという、地域をちょっと手前味噌ですけども地域を代表する夏祭りのような形で、ずっと続けさせていただいています。実はこれはもう自主運営で17年間継続して開催をしています。で今回この2年間はですねコロナでですね当然ですけどああいったイベントの形はできないで、町のイベントことごとく中止になったんですけど私たちは諦めずですね形を変えてこの2年間は別企画ということでとにかく何でも中止するっていう感じじゃなくても諦めない大人の姿を見せようということでやっています。もう地域の子どもたちにですねとにかくかっこいい大人の姿を見せたいということととにかく楽しい思い出の一日を地元で過ごしてもらいたいということを念頭に置いてやっているイベントです。で、なんとなくですけど17年続けていく中で運営方針みたいなのがこう出来上がってきましてその大きな3つがあります。1つはですね全て手作りです。これ映像で見ていただいているもの全てですね自分たち社員が手作りで大体作っていますで、建築の人間だけじゃなくて土木、総務、営業、役員いろんな人がですね、こうチームになって作っていきますので、本当に全員参加の手作りイベントということです。自分たちで創意工夫をしていくということにこだわっています。それから2番目として、このイベント、多少お金がかかります。で、営業はしません。自分たち会社の売りをしませんので、全部地域還元なんですが、じゃあその費用って何のため？お客様に還元もちろんなんですけれども、実はその裏ではですね、社員教育の舞台ということを考えていて、大体このイベントっていうのはですね、会社の歴史と関係なく、入社してもう1年、2年の、若い人がですね、リーダーになったりするんですね。そうすると当日はですね、協力企業の皆さんもちょっと入ってもらって、70人ぐらいのスタッフを動かすリーダーを入社は、年度の若い人がリーダーになったりするので、自然とですね、人間関係を作ったりとか、リーダーシップを助成していくというような。そして3番目、人の展示会ということで、よく住宅会社だと、私たちの家を見てくださいとかね、この技術を見てくださいってやるんですけど、そうじゃないですね。生き生きと働く私たちを見てくださいと。そういう、イベントを心がけています。とにかくですね、やっぱりその人重視ということを前面に出したイベントになっています。そんなことをですね、こう繰り返したとですね、いろんな効果がありまして、先ほど言った人材育成の部分、それからですね、やっぱり建設業ってかっこいい大人たちがいるんだなっていうのが少しずつ伝わっていくかな。そのために私たちイベント自体自分たちで楽しむんですけれども、そういった面でですね、あと結構社会的にですね、地域の中でどんどん少子高齢化になっていって、いろんな地区があるんですけど、地区で大体子供行事とか夏やるんですが、その地区でやっぱり賄えなくなってきて、今年からオレンジフェアに行くのをこの地区の僕たちの行事にしましたという切り替えたところも出てくるぐらいですね、場を喪失してるかなというのと、あとは関東圏とか関西圏にいる地元出身の人から電話かかってきて、1ヶ月後のイベントいつですかって電話くるんですね。そうすると主婦の人たちとかは里帰り、お盆に里帰りしてくるんですけども、意外とですね、同級生と会う場所がないんですね。子供がいたり家の行事があったりする。だけど昼間だったら子供と一緒にここに来ると同級生と会えるということで、同窓会の場になる。で、なんといってもやっぱり17年は続けてるんで、当時5歳だった子は今22歳です。やっぱり原風景っていうんですかね、鮭の川登りじゃないですけども、なんかの瞬間に、僕も糸魚川帰りたいなと思った時にですね、自分たちの会社を思い出してくれればいいなというふうに思っています。そういうことでですね、ちょっとおこがましいんですけども、人づくり、街づくりを担う会社になりたい。ということで、頑張っています。ということで、会社のお話はこれぐらいにしまして、こっちが本編になるかなと思いますけども、もう一つの活動として、緑でつなぐ未来創造会議というところで私、今、座長させていただいております。どんな活動かというのを少しちょっとご紹介をします。大前提としてですね、まず糸魚川って自然が豊かな本当町なんですが、一方でですね、経済的な部分で見ると、年間でですね、すごい金額をキャッシュアウトさせているという、非常にもったいない街でもあるというところがあります。一方でですね、糸魚川っていうのは、本当に森林面積が大きいですね。市の面積の約 87%。で、これ、面積にするとですね、東京23区すっぽり
覆って、さらに縁に余りができるぐらいの大きさが糸魚川の森林面積になります。でこの森林が生かされているかというと、ほとんど生かされていません。森はやっぱり間伐をして維持しなければいけないんですが、間伐もほとんど進んでなくてですね、大半がですね、真っ暗な森になっていると、ちゃんと育っている森っていうのが少ないという状況になっています。はい、で同時にですね、高齢化も進んでいます。木はですね、ちゃんと適齢期に切ってあげないと、製品として、あるいはその、材料として使う旬の時期を逃してしまう。今ですね、約 43% がその適齢期を過ぎてきている、状態になっています。だいたい樹齢でいうと61年から95年ぐらいの木が、楽しめているんですが、今度は育ちすぎるとこの切り落とせなくなったりとかですね、運び出すのにも大変になったということで、まあ、せっかくある、森林資源が使われていないというのが現状です。一方でですね、私たちにこれ責任あるんですが、私も住宅作りをやってますけれども、今までですね、気づいてみると結構地元の木を使ってこなかったんですね。構造材なんかは海外のものとかですね、県外のものを使ったりとかですね、衣装材にもですね、気づけば外から買ってきたものを使ってたりする。なので今糸魚川市内では 12.4% しかですね、地元の材は使われていないんですね。でその上で一方で、エネルギーっていう面で言うと、今再生可能エネルギーって話がどんどん出てますが、森林資源なんかもその一つだと思いますが、糸魚川市はなんとですね、年間340億円ぐらいですね、エネルギーの調達でコストを払っているということで、生かせるものがあるんだけれども、生かされてないという現状があります。まあ、そんなことでですね、せっかくある資源をですね、もちろん経済的ないろんな要因があると思うんですが、見方を変えてですね、これをですね、財産にできないか、森林は油田だというふうに思い込むようにしてですね、活動しようというふうにして、まずこの再エネの発想になりました。で豊かな森と生きるために森とともに稼ぐということで、まあ、豊富な森林資源とですね、地元産、僕ら、建設業ですけども製材屋があったり、林業があったりしますが、こういう人たちがですね、この木で成り合いを立てられる仕組みを作りたいと、まあ、そのためにやるべきことっていうのが、企業を育てる、人を育てる、そして使い道を考えるということが大事だなということで出来上がったのが、こちらの緑でつなぐ未来創造会になります。これ緑未来ミーティング糸魚川ということで、通称で 3M というふうに呼んでいます。まあ、以後はもう 3M というふうに呼ばせていただきます。はい。で、どんなところが一番特徴があるかというと、先ほどもちょっと紹介あったと思いますけど、公民連携なんですね。実は森林資源に関係する川上から川下までの企業、これは林業、製材業、それから工務店、まあ、設計事務所とかですね、あとはバイオマス、ペレットを作っている会社もあります。造園屋さんもありますし、いろんな企業があるんですけど、実はですね、この糸魚川の木をどうやって生かしていこうかって言って、同じテーブルで集まったことが今も一度もなかったんですね。再エネは、それをまず、初めてですね、同じテーブルに集まったというところが再エネの特徴です。そこにですね、商工会議所さんがハブになってですね、糸魚川市さん、そして新潟県の糸魚川地域振興局さんも入っていただき、そこにまた外部有識者ということで、専門家やアドバイザーの方が、まあ、支援をしていただいて、この参院の途中というのが成り立っています。はい。時間がないので、ぜひ、糸魚川産業創造プラットフォームのホームページで細かく読んでいただきたいなと思いますので、ここではですね、表示だけしておきますので、まあ、大体こういうミッション、ビジョン、バリューというのを考えてますよということで、先ほどな話している内容とほぼ重なる部分が、ここに書いてあります。はい。そしてさらにですね、まあ、10年後のイメージを妄想でもいいんで、できるかできないかは別にして、並べてみようということで、こんな、図も書いてますが、これもですね、話をするとこれだけで30分になっちゃうので、割愛をさせていただきます。ちなみに、ちょっと黄色いところがですね、もう取り組み始めたり、管理者もだったりします。どんどん進めていきます。ちょっとこれ、3M のですね、コンセプトムービーをぜひ見ていただきたいな、というふうに。糸魚川市民が家を建てるときに当たり前に地元の杉を使って建てたいと言ってもらえる時代が来てほしいなと思います。
海があって、で近くに山があって、で川があって、で住んだらいいとこだと思いますけど。山が荒廃してきてる。せっかく先代が残してくれた木ですから、利用しないのはもったいないと。まあ、どうしても糸魚川は地形が起伏が激しいところが多いんで、手入れまでできないところが多いんですけど、まあ、できるところはやっていければと。やっぱり住宅に関わるものを全てに使われていってほしいなとは思ってます。まあ、やっぱり自分たちの町を守ってくれていた木っていうだけで、まあ、ブランドって言ってもいいんじゃないかなっていうぐらいのことは思ってるんで、まあ、ぜひ多く利用してもらいたいなって思います。春までにはですね、ウェブサイトが正式に立ち上がって、ムービーも上がってですね、まあ、ちょっとクラウドファンディングを今やろうかなというふうに計画をしています。はい。で、今ですね、まさに直近で取り組んでいる部分をちょっと6つぐらいこう書き出してみたんですが、1つはですね、それを使った商品化ですね、研究ということ。それから、糸魚川杉自体の魅力をちゃんと発信するブランディング。そして、前回、第1回目、五十嵐さんが出られてですね、ミヤマプロジェクトの話をしたと思いますけども、そのミヤマプロジェクトさんとのコラボでですね、糸魚川杉を使った釣りテラスっていうのをやりましたけど、こういった地域団体とのコラボレーション。そして、ここ僕、今一番力入れたいなと思ってるんですが、糸魚川版のですね、認定住宅モデル構想というのがあります。これ後でちょっと詳しく説明させていただきますが、その他にですね、地域の子どもたちに、教育プログラムとして森林に親しんでもらって、成り合いを理解してもらうための、教育プログラム、それと、観光ですね、レジャーに生かしていく、まあ、そういったことを大きな、6つの柱を掲げています。まず1つ目のはですね、商品開発ブランディングというところでいきますと、今糸魚川の杉、特にですね、杉ってちょっと柔らかいので、構造材に使おうと思うと若干ですね、こう引け取っちゃうんですけれども、これもですね、実はちょっと工夫ですね、上下とかですね、間にですね、少し木を挟んだので、めちゃめちゃ強力になるということが分かりまして、まあ、いわゆる梁っていうんですかね、防火材ということで、重ねたもので、見た目も美しいし、強度もある、こういった重ね張り、合わせ張りというのを今、共同企業だったりとかして研究開発しています。それからですね、糸魚川杉って意外とですね、時々黒ずみがこう出たりするんですね。黒沈ってよく呼んでるんですが、これが今までですね、まあ、業界の中ではですね、汚いもので捨てになるっていう、捨てちゃうものだということで敬遠されてきたんですけども、これ見方を変えるとですね、重ね方によって美しいテクスチャーになるんですね。まあ、そういったことで黒沈をあえてですね、糸魚川杉の魅力ということで、そういった製品開発をしていこうということで動いています。先ほどありましたけど、ミヤマプロジェクトのコラボレーションで糸魚川杉の釣りテラスというのも、これ年数を重ねていけばですね、どんどん、味が出てくるのかなと思って楽しみにしています。地元の人にやっぱ触れるところにですね、木があるというのはすごくいいかなっていうふうに思います。それからですね、教育レジャープログラムの開発ということで、こちらもですね、森の教室というのを、昨年、試験的に開催させていただいて、また今後もですね、継続的に今ちょっとやっていこうということで、第1回目の映像、ショート版でちょっとありますので、様子を見ていただければなと思います。はい。この木は、
何歳くらいの木だと思いますか？やった！ここは森の力、木の力でふわふわしてる。だからふわふわしてるから、どんなに大雨が降っても染み込んでいきます。ということで、こんなイメージですね。できれば幼稚園、保育園、小学校、中学校、高校とですね、その成長段階に合わせて、自然を知る、親しむ、楽しむ、なりわいがどうなっているかを分かる、そういったものを一つずつ作っていければなというふうに考えています。そして最後のこのスライドはですね、私がちょっと力を入れたいなと思っているのが、糸魚川湾住宅モデルの認定制度を作っていきたい。これはぜひ糸魚川市さんと、連携をしてやっていきたいなというふうに私が妄想しているものです。どういうことかというとですね、地域の工務店さんが、糸魚川の杉を喜んで使ってですね、それがまた地域の人にも喜ばれるものっていう、そのフォーマットをちゃんとデザインコードとか設計、思想とかそういったのをオープンソースにしてみんなが使ってもらえるようにすること、でそれとですね、同時に糸魚川の杉を何パーセント使ったらですね、これ糸魚川でも認定しますよ、そういったイメージなんですね。で、ただ糸魚川の杉を使うだけじゃなくて、もう一つはですね、住宅の性能も上げていこうというふうに考えています。今、住宅の性能を上げていく、高性能化するということになりますと、結構ですね、皆さん、なかなか気づかないかもしれませんけど、性能が上がるとですね、健康が全然変わります。健康寿命が大きく変わります。適正温度の住宅と、そういった断熱性能がない家とではですね、一説には介護年齢が4歳ぐらい早まるというふうに言われているんですね。ということは、ちゃんとした高性能な住宅も、認定制度としてセットにするとですね、地域の木材を地域循環して使ってくれる。さらに、高性能化するということは、今電気代高騰しますけど、電気をたくさん使わなくて済むということで、地域のエネルギーの排出抑制になる。先ほどの340億円電気でお金を買っている、エネルギーを買っているという話で、そういった部分で家庭からエネルギーの排出を抑制する。で最後、健康寿命を伸ばすということは、糸魚川の社会保障費の抑制につながるということで、一つの制度で3つの地域課題を解決できるという、非常にですね、お得感のある制度を民間と一緒に作るということが僕の一つ夢かなと思っています。市民も企業もそして行政もハッピーになる、そういったのが再生の活動でできたらなというふうに思います。ちょっと長くなりましたけども、そういうことで私からですね、ちょっと 3M のご紹介、そして金田建設ちょっとしたご紹介をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございました、猪木さん。私、こう、ゆっくり伺うの初めてかもしれないんですけど、猪木さん何人いるんですかっていうくらいに、多岐に活動されていて、ちょっといくつか聞きたかったんですけど、なんかその、エネルギーの根源というか、なんでやってるかって改めて聞きたいなと思ったんですけど、いや、この使命感とか、今日会場にいらっしゃってる、党の委員長さんからですね、お前やれよっていうのを実は聞いてくれて、一番最初のきっかけなんですが、でもやっぱりそうやって、お前やれよって言ってもらえるっていう、その期待してもらえるってことは、すごくやっぱりありがたいなと思って、そうするとやっぱり答えたいなと思って、でそこから勉強が始まるっていうのが大体のパターンで、ちょっと恥ずかしながら自分からこう湧き出てこうゼロからやるぞっていうふうに言ってきたかというと、やっぱりいろんな人からのですね、そういう背中を押してもらって今があるかなという気がします。さっきのオレンジフェアですね、もう長年やられてますけど、あれも猪俣さんが最初立ち上げたというか、
いや、これもなんか、そう、なんかいろいろと聞きたいことがある。全然ショートカットするから。いや、これも全然、はい、はい、当時まだ社長になりたて何年かしたときに、社員の人に、自分たちの会社だと思ってもらいたいから、何でもいいから企画を出してって、で、いいアイデアに予算つけてあげるっていうのが、なんか転び転んであのイベント始まったっていう。はい、はい、はい、はい。ということなんです。はい。いや、あれがなかなかできないじゃないですか、企業として。やっぱりこう、直接ビジネスに直でつながるわけじゃなくて、ある程度こう、まあ、投資でもあるし、まあ、先ほどおっしゃっていただいた教員研修でもあると思うんですけれども、それをこう率先してできてるっていうのもすごいなと思いましたし、おそらく今の雰囲気を見てると、それが実際還元して効果が出てるんだろうなと思うんですけど、ちょっとじゃあ、この辺やってみたいというか、っていう方々にもしメッセージとして、まあ、井上さんもこういろいろチャレンジしながらっていう話でしたけれども、なんか一言あれば伺いたいなと思うんですけど、社員の方々のことも考えて、地域にも還元していって、本当に今、ローカルプラットフォームじゃないですか、まさしくおっしゃる通りだなと思っていて。そうですね、まあ、今さっきも言ったんですけど、なんていうの、計算すると合わないっていうスタートはですね、多分そういうこと。短期的に計算すると少なからず全く合わないですよね。その時にですね、判断材料の一つ、結果論ですけど、はい、やっぱりそこに関わる人が、やっぱりそのエネルギーが湧くかどうかっていうことがあれば、豪華なっていう。そうですね。で、後からそれがいろんな形でついてくるのかなっていう。であともうちょっと言うと、僕が計算あんまりちょっと得意じゃなかったので、最初からちゃんと計算できてたら怖くてできなかったかなかもしれないあります、はい、戦略的ではないっていうことですね、はい、いや素晴らしい。いや本当になんか私自身も刺激を受けましたし、そうありたいとやっぱり思うじゃないですか。思うんですけど、やっぱなかなかできないところもあって、それを率先してられている本当にそのパワーが素晴らしいなと思いましたし、そろそろ猪俣さんもう一人ぐらい必要なんじゃないかなと思ったんですけど、分身がどうですか。いや、こんだけいや個人的には欲しいんですけど、はい、いたらいたで喧嘩すかなと。確かに分身はそうかもしれないですね。そうそうそう。いやなんかただまあこれからもさまざまなチャレンジがあって、先ほどの3M もあんだけマップが広がっていて、やりたいことマップがあって、まだまだ先が長いと思うんですけれども、今どんな感じでやられてるんですか。ちなみに 3M のメンバー構成って言ったらいいですかね。ですね、まあ、本当に先ほど図で表したように林業、それから製材業、はい、それから工務店さん、まあ、ゼネコンさんもいますし、設計事務所の人もいて、あと異業種と飲食店さんとかね、はい、いろんな人が、まあ、とにかく声をかけてちょっとずつこうなんていうかな、増えていった形ですね。基本糸魚川の企業です。そうです、はい、基本的には。で最初はもうとにかくやってれば必ずみんなに多分帰ってくると思うよっていうのは続けて、そうですよね、はい、そうですよ、はい、さっきの計算の話じゃそうです、はい、思いに共感して、はい、あと外部のアドバイザーとかそういった人たちもやっぱりそのなんていうんですかね、自分の会社のその儲け話だと多分来てくれないような人たちが、はい、ある程度そういう大義名分に賛同してくれて参加してもらってるかなって気がします。いやー面白い。ちょっと後でまたトークセッションもあるので、もしご覧になられている方もコメントいただければ後ほど拾えると思いますので、ぜひコメントもいただければと思います。ちょっと後でまた詳しくお話伺えればと思います。改めてありがとうございました。ありがとうございました。置いといてもらって。はい。はい、改めてありがとうございました。続きまして、そのまま参りましょうか。続きまして、特別ゲストお二人目ということでですね、改めてリペリアの村さんにお越しいただきたいと思います。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。クリッカーを持って1個進めると資料が出てくると思います。もう1つ戻ってますね。真ん中の一番。はい。改めて室田さんとの出会い、私はお隣の妙高市の活動が最初のきっかけ。そうですね。最初お会いしたのは妙高市のプロジェクト。そうですよね。はい、お隣の妙高市でも、副業マッチングのプロジェクトが今年1年間走っていて、その時のチームで私もお声掛けいただいたんで、その時に室田さん決まってたんですよね。
気持ちというかいらっしゃったので、やらせていただそう、そこで初めましてだったんですけども、この1年やはりこうご一緒に動かれていて、本当にこうパワーあふれる、そしてやっぱなんて言ったらいいですかね、すごい丁寧なんですよね。いろいろお仕事に丁寧だなって思っていて、ちょっとこの後の話をぜひ聞いていただきたいんですけれども、本当にこうマッチングって難しいんですよ。副業したい人と副業受け入れたい企業のマッチングって本当に難しくて、その辺のまあ生の話というか、まあどういったところに取り組まれているとか、今の現状なども今日は伺えればなと思っておりますので、じゃあよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ちなみに僕ってそもそも、はい、糸と魚と川のメンバーで、ね、えなっちゃってるみたいな認識で。もういいんですか。ぜひ、ありがとうございます。関わっていきたいなと思います。山崎さん、やりました。ありがとうございます。じゃあ、改めて糸の魚の川のメンバーとしてよろしくお願いします。またこの、猪俣さんの後にお話するっていうのはすごい、なんかこんな僕がいいのかなっていうところではあるんですけど、今回は会社の紹介っていうよりは、こう、まあ、糸魚川さんが今後外部人材を活用していくとか、首都圏の方とどう関わっていくっていったところにも力を入れていくとのことなので、それをまあ先行して今、新潟県、新潟市を中心にやらせていただいているので、そこのまあどんな感じでやってるかと、今後どうやっていくのかみたいなところのお話ができたらなと思っております。よろしくお願いします。はい。簡単に自己紹介させていただければなと思うんですけど、僕自身は新潟は全く関係なく群馬県の出身でして、新潟大学への進学をきっかけに新潟に来て、そのまま大学院を卒業しております。で大学院の1年生ですかね、なので23歳ぐらいの時にこの株式会社リペリアという会社を創業しまして、なのでまだ創業3期目の全然ちっちゃいような会社ではありますと。でその後、まあ会社を起こしてから就職をするというなんかあまりないようなキャリアを歩んではいるんですけど、もともとバックグラウンドとしてはエンジニアとしていろいろと、まあ、プログラミングだとかサービス開発っていうのをしていた経験もあったので、皆さんも知ってると思うんですけど、ヤフー株式会社といったところに就職させていただきまして、当時はこう東京にいながら自分の会社を新潟でやるって、新潟と東京を2拠点生活をしながら東京で働くみたいな、なんかよくわからないように2拠点で生活しながら2拠点の会社で自分自身も副業をするといったようなところをやっておりました。でその後、まあ、ヤフー本当は続けていきたかったんですけど、やっぱり自分の会社に専念したいなっていう思いがあったので、まあ、新潟にルーツターン、多分僕しか言ってないかもしれないですけど、Uターン、Iターンとかではなく、まあ、自分のなんか思い入れのある土地に帰るっていったパターン、ルーツターンって言葉を広げたいなと2年ぐらい前から言ってはいるんですけど、誰も使ってくれなくて、まあこれもっと広めていきたいなっていうのでやってます。あと昨年のからアルビレックス新潟さん、まあ、新潟に根付いてやっていきたいなっていった思いもあったので、アルビレックス新潟さんのスポンサーもやらせていただいたりと、まあ、新潟県、まあ、現状だとまだ新潟市を中心にやっているところではあるんですけど、今後糸魚川にもこういろいろと絡めていけたらいいのかなと思って事業をやっております。で事業は多岐にわたるんですけど、多岐にはわたらないですね。山田さんの時にはわたらないんですけど、まあ何とかやっていく中の一つとして、まあ、自分がこう会社を起こした時からやっているトモルイというサービスに関して今回お話できたらなと思っております。でこれ、イメージつくかどうかはわからないんですけど、まあ、新潟県地方の企業さんと首都圏で今住んでいて働いてはいるけど、なんかこう新潟に関わりたいなと思っている方たちが、オンラインで新潟の仕事をするといった副業のマッチングをするようなサービスになっています。なので、まあ、新潟県糸魚川出身の人で、まあ、なんかご縁がなくて新潟県内、まあ、糸魚川の企業に入ってはいないかもしれないけど、東京で働きつつやっぱりこう地方に還元したいなと思う方が非常に多くて、それこそふるさと納税で関わる人とか、まあ、帰省観光で関わる人は増えていくんですけど、まあ、もう少しこう働くといった切り口から関わる人を増やしていけると、もっとこう新潟に愛のある方が増えていくんじゃないかなと思ってこのサービスを始めておりますと。で、実際このサービス今言ったように、ただただ副業と聞くと、昔のイメージだと、こう会社の従業員さんが、なんかこう、バレないようにこっそりやってお金を稼ぐみたいなイメージの副業っていうのも多かったと思うんですけど、今言う、僕が言ってる副業っていうのは、こう、会社の外部にいる人が、そこで培ったものを会社の中に持ってきてくれるといったような副業でして、でさらにこう、お金が欲しくてやるって言ったよりも、どちらかというと自分の経験したことを地方に還元したいなだとか、まあ、この培ってきたことで地方に貢献できたらいいのかなっていったような方たちが非常に多いような、地方副業といったような領域をやらせていただいております。で実際にサービス開始したのが2020年去年今年の夏8月ぐらいからで、現在だと1200人ほどのワーカーさんがいるようなサービスになっております。でいろんな会社さん使っていただいてまして、それこそ、まあ、僕みたいなスタートアップの企業さんから、まあ、地方中小企業さん、まあ、でっかい会社さんから、まあ、行政までこういろいろと使っていただいているようなサービスになって
ておりまして、大体 86%、 結構僕もこれ高いなと思うんですけど、やっぱりマッチング率は高く、共感した人が自分の会社さんを会社を手伝ってくれるといったような感じになっております。で、実際トモリの特徴としては、本当にこれ言い方すごい悪いんですけど、安いけど優秀な人っていうのが本当になんか月3万円とかで入ってくれたりとか、普通に業者さんに頼むと20万とかするのを5万円でやってくれたりとか、まあ、それこそ会社に頼んでいるのではないプラス共感からどうしてもやってみたいからやってみようっていうので来てくれる方が多いからこそ、まあ、安く活用できるっていうのは、まあ、地方の企業さんからすると結構お得な状況が今こう地方に興味がある人が多いからこそできているような状況としてありますと。で、まあ、もう一つが真ん中ずっと言ってるとは思うんですけど、共感からマッチングするっていうのが非常に多くて、っていう理由としても、まあ、年代を書かせていただいてはいるんですけど、20代30代の方、まあ、Z 世代ミレニアム世代と呼ばれるような方たち、本当になんかこう何かをお金を得て、車買ってやったみたいな人ではなくて、どちらかというと何かしらに貢献をすること、まあ、自分の存在を認めてもらえる場所を見つけることとかで価値を感じるような方たちが非常に多いっていうのが、まあ、私たちのサービスの特徴でもありまして、やはりそれをまあ支えるために共感を呼ぶような文章っていうのを僕らも書かせていただいてまして、なんかそれこそ単純なこう時間といくらみたいなような求人媒体ではなくて、どちらかというとメディアに寄ってるような側面を持ってるようなサイトを今運営してまして、なんかこの会社はどういうことを、まあ、それこそ思い入れをあってやっているのかと、今回その募集に伴ってどんなことができて、そのためその結果どうなるのかみたいな未来をこう描くような文章を書かせていただいているので、まあ、それこそ共感からマッチングするような事例が増えてきておりますと。で、料金ちょっと変えるかもしれないですけど、一応書かせていただくと、まあ、うちの、副業の方への報酬によって、まあ、課金体制が変わってくるようなサービスにはなっていまして、でうちらの利用料も1万円とかすごい安くて、果たしてこれ儲かるのか。一応うちの会社でもメインでやってる事業ではあるんですけど、売上で見ると本当に1割2万ぐらいでメインと呼んでいいのかなと思いつつも、やっぱりこういう世界観を僕らの会社としても作っていきたいなって、まあ、これからまた違うお仕事につながってたりもするので、ところをやりたくてこの会社を起こして今やっておりますと。あれ？ちょっと資料が違ったかな。はい。ちょっとこれも飛ばさせていただきます。で、実際どんな事例ができているのかっていうのを皆さんも興味あるかと思うのでご紹介させていただくと、例えばこれ、佐渡市にあるゲストハウスではあるんですけど、これまあ、タイトルっぽく書いてあるんですけど、副業ワーカーからの逆転。普通、こう、お仕事を発注するときって、この仕事をいくらでやってくださいって言ったら、その受け負った人は、それをまあ、真っ当にやって、まあ、完了みたいなところが多いと思うんですけど、うちのサービスの特徴としても、思い入れがあるからこそ、これをやりたいって言った。最初これ、ゲストハウスさんの、店内のポップのデザインをやってくれるデザイナーの方を募集っていったようなところではあるんですけど、まずは店内のポップのデザインをやるよりも、まあ、インスタグラムでこう島に来てくださる方が、このゲストハウスのことを知ってもらうっていう、まあ、マーケティングというか、外部に発信を強化しようよってデザイナーから逆転案されまして、その結果、まあ、なんかこういった左側、これ、実際にオーナーが見てたら怒られるかもしれないですけど、雑多な感じでやっていたインスタグラムではあるんですけど、実際にデザイナーさんが入って、まあ、文字を載せたりだとか、写真から撮りに行って、こういったインスタグラムを運用して、まあ、この3ヶ月間のマッチング期間ではあったんですけど、その中で、まあ、フォロワー数を1000人以上に伸ばして、実際に今、インスタグラムからの集客が結構多くなっているといったような状況を作ってくれたりだとか、こちら、新潟市だと割と有名なコーヒー屋さんでは、コーヒーベーカー、なんていうの、コーヒーの豆を売ってる会社さんではあるんですけど、まあ、なんか世界一美味しいコーヒーゼリーが、すいません、できたらしくて、それの、まあ、今までだと、まあ、こう、お付き合いのある会社さんにデザインとかマーケティングをお願いしようっていったようなところでやってはいたんですけど、やっぱり新しい風を社内に入れてみたいなっていったようなところがあったので、これ週1のミーティングだけで完成させた、ちょっとぼやけてしまってるんですけど、コーヒーゼリーができまして、実際に商品名と、このパッケージデザインとどうやって売っていくかのところまで全部サポートしてもらって、月本当に安いお値段で、東京の優秀な、なんか賞をいっぱい取ってるようなデザイナーさんがマッチングして、なんかすごい安くできちゃったんだけど大丈夫って言われるような案件になってますと。で、これも本当にあの老舗料亭さん、まあ、全くこう副業人材を活用するというか、そもそも採用は本当になんか、なんだろう、料理人の採用しかしたことないようなところの会社さんではあったんですけど、こうウェブでどうやって売っていくかのところを
もう少し収録できたらなといったようなところがあったの で、そのウェブマーケターの方とマッチングしまして、これコロナ前にマッチングはしたんですけど、マッチング本来であればこう燕三条にある養鶏さんなんですけど、燕三条以外のエリアからこう集客するようなところをベストでしてほしいというようなマッチングではあったんですけど、まあ、コロナ禍でこの燕三条エリア以外からの集客がなかなか難しいよねといったタイミングで、逆に提案したのがやっぱりオンラインで販売していこうよという、まあ、ネットショッピングといったような、まあ、きっかけを与えてくれたのがこのマーケターの方ですし、もちろんこの方がいなければそれをやろうとなったとしても外注していくらかかって何ヶ月かかるみたいなところを、まあ、マーケターの方がいたからこそ、じゃあ僕やりますねって言って、まあ、なんか2ヶ月ぐらいで立ち上げて実際に売り上げの10倍以上に持っていったみたいな、なんかこう副業時代の方がそばにいたからこそ新しいアイデアが生まれて何かが生まれたといったような事例とかも出てきております。でこれ結構面白いのが、まあ、佐渡にある酒蔵さん、小畑酒造さんと酒蔵さんなんですけど、まあ、こう新しくなんか同窓会を作りたい、酒の同窓会を作りたいっていうのがありまして、そこでマッチングして、これはあの報酬はお酒でお支払いする酒払いといったのをやってまして、なので働いている人は全くお金がもらえずにお酒しか取らないのにもかかわらず、これも本当に急なんだろう、応募者数めちゃめちゃ多くてですね、なんだろう、皆さんがこうお金じゃなくて何かしらをやった経験プラス、なんかここのとコラボしてやったことに応じてお酒がもらえるって言ったのに価値を感じる人が多いなと思ったので、これ僕この後米払いとか何なら雪払いとかできないかなとか勝手に妄想しながらエルドサービスをやっておりますっていうのが事例でして、まあ、どんなワーカーさんがいるか、先ほども年代とか、言ったと思うんですけど、居住地に関して本当に関東関西で8割以上超えていて、まあ、一定数うちが新潟市で事業をやってるからこそ、新潟県内の、まあ、ワーカーさんもいたりはするんですけど、職種結構バラバラになってるっていうのも特徴的でして、なんか大体こういうアウトソース、まあ、外部の人材をお願いするようなサービスだと、やっぱオンラインですることがほとんどなので、まあ、エンジニアだとかデザイナーとか、結構限られた業種が多いと思うんですけど、うちの場合だとプランナーだとか、まあ、マーケター、なんかこうゼロから入って何か一緒にやっていくっていう人たちが非常に多いっていうのが特徴的になっております。で、そもそも、やっぱそういった首都圏の方たちって、まあ、なんでこういった地方で副業するっていう道を選んだりだとか、まあ、そもそも地方が注目されている理由っていったのを僕なりに分析をしてみたんですけど、やっぱりこう首都圏の会社さんも、まあ、副業の解禁、まあ、新潟県内の企業も、個人的にはもう少し副業を解禁する企業が増えてくれたら、こう人材の流動性っていうのは非常に面白くなるなと思いつつも、まあ、こう大手の会社さんが副業を解禁したときに、まあ、なんで副業を解禁してるか、大手の企業さん、まあ、首都圏が多分多くなっていると思うんですけど、っていうのがまあ僕なりに考えると、やっぱりこう社内で何かしらを生み出していくっていうのが限界にも来ているとは思うので、まあ、こういったオープンイノベーションをやったりだとか、そもそも求人、求職者を募集するときに、自由な働き方を与えてもらえる環境っていうのがあった方が、やっぱり今の時代だと求職者が増えたりとかするので、解禁してたりすると思います。やっぱりこう人材を流動性増していかないと、そもそもこう人口が減っていく日本の中で、まあ、各エリアで人口を奪い合っても意味がないよねといったところに対しても、まあ、国を主体として地方創生でアプローチしているといったところもあるからこそ、こういった地方の副業というのが流行ってきていると思います。でちょっと最初出したと思うんですけど、やっぱりオープンイノベーションしていく上で移動のコラボですかね、こう社内でできるスキルアップ以上に、なんかいろんなところに行って実際の現状を見たりだとか、そこで学べるスキルっていうのをコラボさせていこうかなって言ったので、まあ、新潟県も一応、まあ、副業解禁していたりもするんですけど、まあ、実態ちょっと僕の耳に入ってこないのはどうなってるのかなっていうのは、ちょっと今度聞いてみようかなと思います。で、実際にこう、地方で副業したいなって思いつつも、まあ、東京にいるような方たちがほとんどだと思うんですけど、まあ、いろんな働き方の中で新潟県内でも、まあ、上越妙高駅のGM ドーンさんとか載せさせていただいてるんですけど、コワーキングできるような施設が増えてきているっていうのも、こういった地方副業を促すようなところになってきていると思います。例えば、首都圏で働いている人はリモートワークができるような、まあ、環境に身を置いている人が結構多かったりするので、実際に1週間新潟に来て、こういったコワーキングスペースで働きながら、まあ、実際に行くのであれば、その地場の会社さんともつながって仕事をしたいなって思う方もいらっしゃるからこそ、こういった流れは生まれてきているかなと思います。なので、特徴として、やっぱりお金とか、言い方あれですけど、見栄とか名誉から行くよりも、何にやりがいを感じて、どう貢献して、で、さらに自分のライフスタイルに合った働きやすさを選ぶって人が増えてきているからこそ、こういった地方副業っていうのが出てきてはいるので、まあ、首都圏の会社さんが今副業解禁を多くして始めてはいるんですけど、新潟の企業さんも、こういった働きやすさ、働き方の多様性っていうのを広げていくと、やっぱ採用にもつながってくると思うので、個人的にはお勧めをしているところではあります。もしかしてめっちゃ早い。はい、っていうので、まあ、うちの会社としては、いろんな課題に対して、何ですかね、
こう選択肢がないことがいろんな課題の根本にあるかなと思っているので、まあ、僕らに迷う楽しさといった言葉をビジョンとして掲げさせていただいて、なんか僕らとしてもこういった生き方するといいよっていうのを強制したいわけではなくて、僕らとしてまず実態、まあ、自分たちがやり続けていくことによって、なんか新しい選択肢と出会わなければ一個の道を進んでたかもしれないけど、出会ってしまったからこそ、クソ迷ってしまったじゃん、ただその迷うのが楽しいよねみたいな人を増やしていくような、まあ、暮らし方、生き方っていうのを増やしていけたらいいのかなと。で、僕たちはまあおせっかいしてるだけなので、まあ、僕らのサービス使う使わないっていうのを強制するっていうよりは、共感してくれた人たちが使っていってこう輪が広がっていくっていうのができたらいいのかなと思って会社をやっております。で、まあ、僕ヤフー出身ではあるんですけど、まあちょっと書き方でした。はい。地方出身ではあるので、なんかこう、地方と都会を経験してきた人たちが多くいる中で、まあ、ここでいろいろとできたらなと思っております。以上で僕の、はい、外部人材をどう活用していくかと、今後、まあ、糸魚川での活用が多分されていくと思う外部人材についてのお話をさせていただきました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございます。時間大丈夫です。大丈夫です。バッチリです。本当にこの副業っていうところ、いろいろこう疑問も生まれたと思いますし、私は本当に先ほどの思いに共感とか、お金とかじゃなくてっていうところに本当に共感してますし、やっぱりこう、そういった場所欲しいみたいな人も多いと思うんですよね。一個の会社に勤めてるのも楽しいけど、他のところにも貢献したいとか。よくサードプレイスみたいな。そうそうそう。気の近しいかな。まさしく。私も糸魚川がだからまさしくそうなんですよね。そうですね。なんかお金お金みたいな感じで全然やってなくて、やっぱりこう、自分の居場所の一つが増えて、はい、そこで新しい経験、ね、もあって、それこそうちのワーカーさんにも東京出身の方って一定数いまして、はい、なんか僕のイメージ新潟出身で東京に今いるけど新潟に関わりたいって人向けのサービスで作ってはいたんですけど、うんうん、東京出身で東京の出身の人ってこう自分の地方っていうのもないだし、まあ、当たり前なんですけど、で、それを作りたいって人は一定数いるんだなっていうのを僕もサービスをやっていく中で気づいたところで、なのでこう東京にいるけど新潟の案件がすごい増えて、新潟が第二の故郷になってきて、まあ、実際に行ったことなかったけど観光しに行くとか、で現地の、まあ、その副業をやっていた会社さんに会いに行ったりとか、で現地のこうまたその会社さんが作ってるものが好きになってまた東京に発信しちゃうみたいな、なんかこうお金を得るために何かをやっていくよりはファンになっていって、だから勝手に広報してくれるっていうのは結構強みかなとは思っていて、めちゃくちゃ糸魚川発信してますしてますね。そうです。お前は糸魚川に移住したんだって聞かれましたもん。だって前結構ずっとだからですね。っていうのもまあ一つ、なんかお金払って告知してもらうじゃなくて、やっぱファンを作っていけば勝手に広がっていくわみたいなのもあるかなと思ってます。いやありがとうございます。ちょっとこの後のフリーセッションでもうちょっと深掘りしたいと思うんですけども、ちょっと軽く休憩入れて、はい、ちょっと場面展開とかもしたいので、じゃあ後ほどのトークセッションでまた聞かせていただければと思います。改めてありがとうございます。ちょっと会場も場面展開するのをちょっとさっとお問い合わせに行きたいとかですね、コーヒー取りに行きたいという方もですねいらっしゃると思うので、素敵な BGM が来るんですか、これは。来るんですか。はい、流れつつ、ちょっと変化します。ここでもます。いや、大丈夫ですよ。大丈夫ですよ。どうぞ。何が歌いいかなと思って、守りに来ました。東京で見る雪が最後ねっていう歌詞が思い出されて。汽車を待つ君の横で僕は時計を気にしてる。季節外れの雪が降っている。東京で見る雪はこれが最後ねと寂しさの雪が降っている。名残り雪も降る時が確かに流れ過ぎた季節の後で、今春が来て君は綺麗になった。去年よりずっと綺麗に。
トークセッションということで、この後少しお題を出させていただいて、お二人からお話を聞かせていただければと思っております。また、杉浦さんと私も入らせていただきますが、まず今の室田さんのお話にもあった副業というところをですね、少し深掘りしたいなと思ってます。で、糸魚川まだまだ全然副業の文化がなくてですね、そんな中でも、井上さん、かなり副業人材といろんなこうコミュニケーションをとっていらっしゃるというところを早くから実践されてたりですね、その辺のところを少しお聞かせいただきたいのと、室田さんにはちょっと副業人材のリアルといいますか裏話的なものがあったりすれば少しお話しいただければなというふうに思っております、はい、まずじゃあ井上さんからこれまでいろいろ取り組んでこられた副業人材話を、はい、お願いします、はい。今、名前挙げちゃっていいですかね。はい。債務の会議、まあ、月大体1回ペースで開催してるんですけど、今、まあ、コロナなので、一度もまだ、こちらの方に来られてないんですけど、毎回会議のやつ、オンラインで、ワークデザインラボさんっていう、副業、組織ですかね、の方が、入ってくださってます。多い時で3名ぐらいとか、4名ぐらい。大体、まあ、2人ぐらいとかが毎回参加していただいてるんですが、その方々の職種がもう本当にもう先にわたっていまして、お一方は大きなですね、エネルギー会社というかで、活躍をされている方ですし、もう一人の方はですね、某ライザップという某割と幹部というかですかね、活躍されている方で、その他にもですね、IBM とか IT 系の会社の方とか、広告系の会社の方とかですね、もう本当にその最前線で活躍されている方が、本当に全く今のところはですね、手弁当で参加をしていただいています。きっかけは、この債務の取り組みをやり始めた頃にですね、今日会場にいらっしゃってますけども、ね、コウさんからご紹介をいただきまして、この人いるよっていうことで、こう合わせていただいて、それもオンラインだったと思いますけども、その時に、お自分の自己紹介で取り組みしてねって言われた時に、まあ、僕こんなことをやろうとしてるんですと、最後の活動って話したら、いや、それはぜひ面白いので、ぜひ首突っ込ませてくださいということから始まりました。で、その、会議が始まるたびにですね、またその後にですね、ちょっと、もしあれだったら、どういうところで悩んでるの、もしあったら壁打ち相手になるから、大体皆さん仕事があるので、土曜日とか朝とかですね、に、オンラインで壁打ちミーティングということで、まあ、僕のためにコンサルティングみたいに複数の方が入っていただいて、相談を持っていただいたりとかってしてきたのが、最初の入り口ですね。本当にありがたいな。それもやっぱりその壁打ちしたくなる何かこう、こちらから提供されてるっていうことだと思うんですよね、井上さんのところで。それでなければ多分その副業の皆さんってこう食いついてこないっていうか、それが続いてるっていうことも多分素晴らしいなと思いますし、実際に本当に手弁当お金だけではないってさっきからお話もありますけれども、はい、じゃあ引き続きじゃあ酒払いじゃない何か払いがあったりするのかなと思って、質問
はい、難しくないですか。いっぱいですもん。リアル。リアル。そうですね。でもやっぱり副業人材の方たちが非常になんか悪いというよりいいとこしか見えなすぎて、ちょっとあれなんですけど、なんだろうな、そういうこと本当に企業さんってこう課題感はあっても、課題感というか、 なんか問題意識はあっても何が課題かまでこうはっきりと出てない会社さんも結構多いと思うんですけど、そこのタイミングからこう副業人材の方とマッチングすると、そこの洗い出しからじゃあどうやっていこうみたいな選定までしてくれるのが非常にいいなと思っていて、やっぱりこう今まで違った業界の、それこそ業界が違ったところでは似たような構造になってたからこそできる提案とかも、異業種だからできる提案っていうのが出てきたりするので、なんか非常に見てて面白いなっていうのを僕らもこう観測させていただいていたりだとか、あと、まあ、本当にやっていいのかなっていうのは分からないんですけど、この面談をやっぱりして何人かを選んでいくっていうのが基本的なマッチングのスキームではあるんですけど、面談をこう応募者全員としちゃうみたいな企業さんが非常にあったりもするんですけど、そうするとこう新規事業の面談のタイミングで微妙にこうどういうことを考えてるか10人分聞いちゃうんですよ。で結局1人しかマッチングはしなかったんですけど、なんか10人分の知識をこう勝手に得て、面談するタイミングで、なんですかね、なんかいいアイディアを盗んじゃうみたいな事例も出てきてて、まあ、僕らからすると全員とマッチングして全員分のマッチングフィーもらいたいなと思うんですけど、面談で解決したというような会社さんもあったりします。ちょっと聞いてもいいですか。なんでさっきの室戸さんのお話で、おそらく事業者側ってそんな具体的に明確にこう、こういう人副業してほしいって出せない会社の方が多い。そうですね。場合によるんですけど、そのタイミングから言ってもいいんです。本当に、なんか明確にこれをやってほしい。めちゃくちゃになってて、みたいな。まあ、明確にこれやってほしいって言うと、逆に副業人材の方からすると、はい、なんかもうタスクが決まってることってあんまりやりたくない。であれば、まあ、なんか大手のランサーズさん、クラウドワークさんにデザイン発注して、コーディングしてよってなるんですけど、やっぱりこう地方で副業するところって、なんか大まかな課題感があるけど、どうしたらいいかわからない、どうしよう、一緒にやろうよ。みたいなフェーズの方が、はい、マッチングはすごいうまくいくと思うし、なんかそれこそやっぱりただ受け入れ側と、まあ、ワーカーさん副業人材の方のなんか温度感だとかやっぱりこう持ってるものって変わってきたりすると、帰りが出てくるとなかなかうまくいかない場合もあったりはするんですけど、そこもサポートしてやっぱでも一緒にやろうよっていうような方が非常に多いので、なんかそこに関してはやっぱ問題意識で投げちゃってもいいかもしれない。ともりさんにプロジェクトをあげるのって結構なんて言いますか、コンセプトがしっかりしていたりとか、多分罰も出ると思うんですよね。これでともりで募集したいんですけどって言っても、室田さんの意に沿わないっていう言い方はあるかもしれないですけどそういう部分もあったりしても、ただ今おっしゃられたみたいに、一緒に作り上げていくみたいな出し方っていうのもありだっていうところですよね。そうですね。なんか結局掲載するしないの判断は、面白いか面白くないかやっちゃうので、なんかお金取れそうとか全く僕も考えたことがなくて、それめっちゃ面白いじゃんっていう、なんか他と交流すればさらに面白くなりそうなところに関して僕も出していきたいなと思いながらやってるからこそ、まあこうなかなか案件数が増えてこないっていうのが正直なところで僕らの課題としてもあります。いや、井上さん、ぜひ糸魚川でも何か先駆者的にお使いいただければみんながついてくるかなと思ったりもするんですけれども、もし、ぜひよろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ、まだちょっと時間もあるので、もうちょっと言ってればいいですか。はい。ちょっと話、副業からずれるかもしれないんですけれども、井上さんは先ほどのプロフィール紹介でもありましたけれども、東京からまあ、Uターンされて、家業を継がれて。で、室田さんは群馬県前橋出身で、新潟大学。で、まあ、東京と2拠点的に働かれてたんですけれども、R ターン、何でしたっけ、ルーツターン、ルーツターン、ルーツターン、皆さん、ルーツターン、ルーツターン、そういうことで、奥さん方ともその、ある意味地元愛、R の方の地元愛だったり、本当の U の地元愛だったりっていうところなんですけど、井上さんの方からまず先に、当初戻ってこられて、その後から時間も経ちましたけど、今の気持ちといいますか、どんな意味だったかっていうのをもしお聞かせいただければ。はい、まあ、今の気持ちになる前に高校卒業して大学行った時はちょうどパープル全盛で、もうこんなクソになんか絶対帰ってきたくないっていう気持ちで出て行きました。家具は継ぎたくないし、時計屋やりたくないし、もうトレンディードラマの世界を自分でイメージして、
自分もそういう住人になりたいと思って東京行ったんですけども、で、まあ、ランドメーカーで5年ぐらいの仕事をさせていただいて、で、まあ、ちょっといろんなきっかけで親の一言で、まあ、もう帰んなきゃいけないかなということで、まあ、帰ってくることになったんですが、まあ、こうしてもう20年以上多分行ってると、絶対こっちに帰ってきた方が良かったなっていう思いしかないですね。やっぱりその、なんていうんですかね、やっぱふるさとを持つことを持っている人が羨ましいっていうふうに東京の人たち言われるんですけど、本当にそうだなと思っていて、で自分が働くときもそうなんですけど、お金だけ、お金稼ぎたい、もちろん稼ぎたいんですけど、お金だけじゃなくて、やっぱり誰に喜ばれたいかっていうときに、やっぱ生まれ育った、まあ、例えば町とか、あれ地域の人とか、自分のこと育ってくれたいろんな大人の人たち、それから慕ってくれる後輩の人とか、同級生とか、まあ、こういう人たちの、まあ、最終的にやっぱり自分の会社の社員の皆さんですけども、そういう顔を見ながら仕事ができるってこと自体が本当に幸せだなって思います。室田さんはルーツターン、新潟ラブ。そうですね、言ってしまえばたまたま新潟大学だったっていうのかもしれないんですけど、なんかまあ、あと群馬県前橋市を僕が捨ててるわけじゃないので、そういうところかなと思いつつも、なんですかね、でもこう、なんか多分人の思い入れのある土地、まあ、ルーツみたいなところって、その場所での成功体験って結構関与してくるのかなと個人的には思ってまして、まあ、僕の場合成功はしてないんですけど、新潟で挑戦をして、挑戦をした結果、いろんな人が支えてくれたっていうのが、僕が新潟が好きになった理由の一つかなと思っていて、なんかこう、やっぱり新潟、東京の後、ヤフーを辞めた後、まあ、群馬に戻るだとか、いろんな選択肢はあったと思うんですけど、まあ、その選択肢はほとんど出てこなくて、やっぱ新潟にすぐ戻って、新潟で何かをしたいなっていう思いが非常に強かったからこそ、まあ、やっぱルーツだなって。で、そのルーツがやっぱ成功体験と、そこで支えてくれてた人たち、まあ、なんか何かしらこの人たちと一緒に仕事をしたいなとか、この場所で何かを成し遂げたいなって思いが出てきたので、なんかそこに対してフルコミットしに行こうと思って、まあ、ヤフー、本当は辞めたくなかったんですけど、辞めていこうかなというような決断をしました。清水さんから言いましたら、いや、なんか私もね、先ほど話を聞きますか、R。R なんですよ、これ。R はルーツなんですよね。まあ、仕事きっかけでっていいと思うんですよね。うん、本当にこう、副業の話もそうですし、こうやってこう、自分が関わりがなかった土地なんですよ。私、だから新潟にルーツはもともとなくて、全然ご縁もなくて、がいきなりこう、この3年ぐらいですかね、3、4年で一気に増えていって、で、新しいこう、自分の第サードプレイスですよね、まさしく。っていうのができていって、でも自慢もしたいですし、まあそういったのとこを、まあ知ってもらいたいですし、で好きになってもらいたいなっていうのがやっぱりあるので、どうしたらいいですか？二拠点居住とかし始めたらいいですか？そうですね。はい。そこに持っていきたいなと私、本当に思ってます。すみません。いやけど本当考えますよ。うん。これだけやっぱきっかけが増えてこないとやっぱそういうの考えない。本当にありがたいなと思います。今週2回という感じで、日帰り2回。そうなんですよ。びっくりしました。なんかフェイスブック見てて、あれ言ってるこれ連泊なのかなと思ったら、やっぱ帰ってました。帰った。今度は家族でみんなで来たい。そのうち山田さん、多分市に掛け合って、バーチャル住民票。バーチャル住民票発行してくれる。エストニアみたいな感じですか。いや、ぜひお願いします。はい。まだ時間ない。まだ大丈夫ですね。あと一つぐらいぜひ。じゃあ、妄想行きましょうかね。恒例の妄想タイムです。はい。2回目ですよ。恒例の。そうです。毎回やりたいな。はい。ゲストの2人にこの後は妄想があればここでちょっと発表していただければなと思います。いかがですか、山本さんから。僕から、はい、いやいや、先ほどの最後のやつだけでも結構妄想いっぱいあるので、そこで頭がいっぱいってそうなんですけども、今度は自分のなりわいにつながっていくっていうところでいくと、やっぱり糸魚川は空き家がすごく多いんですね。で、実は糸魚川に家活っていうね、空き家活用ネットワークというのを立ち上がったのも何年かしてるんですけど、僕そこも実は立ち上げの時から関わっていて、あ、ここまで回るようになったのすごく嬉しいなと思ってるんですけども、まだまだ生かされてない。で、建築的に見るとすごく厳しい。マネタイズ難しい。だけどそこを、なんですかね、その思いでクリアしていくような、やっぱりその関わる人を新しいとこどんどん取り入れていって、イノベーションを起こすような、そういうところに事業に入っている。いけたらなっていうのは、ちょっと自分の個人的には半分自分のなりわいですけど、半分もう街づくりみたいな
そこはちょっとすごくやっていきたいなと思います。すごく可能性のある事業ですよね。本当にサイト閲覧者数も多いし、なおさんがもう一人二人いればもっとここに力入れられるのかなと思ったりもしてます、はい、ありがとうございます。じゃあ村田さん、はい、はい、あ、妄想ですなんですけど、やっぱりこう人口が、さっきも言ったと思うんですけど、人口が減っていく中でその人口を奪い合ってもあんまり意味がないし、日本としてやっぱ世界と戦っていく中で人材の流動性っていうのを僕すごい考えているところが課題感としてもあるので、なんかいろんな人がいろんな会社に勤めるっていう、まあ、それこそ複数の本副業って言葉がもうあると思うんですけど、それがちゃんと実現するような社会を作っていきたいなって思うのと、やっぱりこう地方で挑戦することがかっこいいって思うような文化作りたいなと思っていて、なんかそれこそ東京にいた人が地方に戻るとあいつなんか逃げて帰ったんかみたいな、ちょっと文化が微妙にまだ根付いてる気がしていて、なんか東京で何かをすることがかっこいいではなくて、そのかっこいいし僕も東京が嫌いではないし何なら好きなんですけど、なんか地方でもそういった同じように挑戦をする、挑戦することがかっこいいっていう言葉で足りるかもしれないんですけど、場所とらわれず挑戦し続けるっていう人たちが増えればなんか面白いなと思っていて、やっぱりいろんな今あるサービスとか、まあ、会社とか事業とか全部が誰かしらの熱で全て回ってるんだなっていうのは自分で会社を起こして思ったところではあるので、やっぱり熱を灯し続ける人が増えていけば、なんかそれこそ地方だけじゃなく日本全体が面白くなっていくな、でその熱を持った人がいろんなプロジェクトに入っていくみたいな、それこそもう猪俣さんがやられてるような働き方、生き方かと思うんですけど、そこができていったらいい国になっていくんじゃないかなとは思ってます。すみません、ありがとうございます。いや、糸魚川もそういうチャレンジできる街として選ばれるようにね、やっていきたいなというふうに思ってます、はい、では渋谷さん大丈夫ですか。いいですか。すみません、他にもご質問いただいてたんですけど、最初から質問ありますか。ご覧の皆さん何かご質問いませんか。二人の特によろしいですかね。うん、はい、うん、うん、では、はい、あっという間の90分でしたね、はい、ここからもね、本当にあっという間でしたけど、本当にありがとうございました。ありがとうございました。本当に今回の内容のようにですね、この糸魚川は本当にチャレンジを進めていまして、でまだまだ道半ばで、これからたくさんの方に関わっていただきたいと、私が言っても変ですけどね、私含めて関わっていただきたいと思っているんですよ。バーチャル住民票ももらえるようなので。はい。ということでですね、ぜひ、今日のきっかけでですね、ちょっと気になるなとかですね、なんか変われないかなってこう思っていただいた方がぜひいらっしゃればですね、ぜひお声掛けいただきたいなと思っております。で、ちょっと今画面に出してるんですけれども、今日のアンケートと、あとメンバー参加希望っていうフォームをご用意しております。で、本当にこんな堅苦しい感じじゃなくて、ひとまずちょっと興味があるなっていう方、ぜひ、フォームでですね、登録いただければ、ひとまず私か山崎さんかな。がですね、フランクに雑談させていただきます。で、その中で、まあ、こんなとこ関われそうだねとかですね、ひとまず長くお付き合いできればねっていうところですね。で、本当に前回もイベント終わった後に、そうやってこう、糸魚川に関わっていきたいとか、今後まあ、地方にこう移住したいとかですね、いろんな方からお声掛けをいただいて、こうやってこう、徐々にこの熱量をですね、広げていっていって、日本を良くしていきたいなと思っていますので、ぜひ皆様もアンケートだければですね、お回答いただけると、非常に嬉しく思います。今日の概要欄にもあるんですかね。YouTube の概要欄にもリンク貼ってますのでよろしくお願いします。そしてちょっと一回先に。次回もですね、もう第3回ですね、決まっておりまして、はい、山崎さんからゲストをご紹介いただいた方がいいですか。はい。はい。はい、ですね、次回は、今、ワーケーションって言葉結構、使われて流行っているんですけども、地方でそういったことをやること、またそれに対する働き方のですね、新しい見直し方ということで、働き方の多様性と地域の活性化というテーマでお送りします。ゲストは、糸魚川が誇るワーケーションアドバイザー、伊藤薫さんと、もう一方、ついにお越しいただきます。元総務省の箕浦隆一先生です。先輩にしとこうかな。はい。ぜひまた楽しみにしていてください。よろしくお願いいたします。はい、お願いします。もう2週間後ですね。申し込みも受け付けておりますので、ぜひ次回もご参加いただければと思います。で、そして今回の動画も、このままアーカイブ配信もさせていただきますので、今日ご参加いただかなかったけど、この人興味あるなっていう方もぜひシェアしていっていただければなと思っております。ちょっと改めてこっち出しておきますね。ということでですね、お時間にもなりましたので、以上で糸と魚とかボリューム2終了したいと思います。本日もご参加誠にありがとうございました。ありがとうございました。
素敵な BGM とともにお別れしたいと思います。ありがとうございました。井川ですね。井川です。これどうしたら見ればいい。そうですね。歌えばいいですか？